新しい Z が突如発表されたのは2001年1月のデトロイトショーでのこと。発売は来年の夏、3万ドル以下でというカルロス・ゴーン日産社長の一言に会場はどよめいた。その予告通り2002年7月、フェアレディ Z は日本市場で復活を果たしたのである。 Z33 型フェアレディ Z は先に登場した V35 スカイラインなどが採用した FM プラットフォームベースの2シータースポーツカー。搭載エンジンもスカイラインなどと共用される 3.5 リットル V6 DOHC の VQ35DE 型だったが、最高出力280馬力、最大トルク37キロというスペックと6速マニュアルを実現したのはこのフェアレディ Z が最初だった。 Z33 型フェアレディ Z は価格においてもスポーツカーにおける革新を成し遂げる必要があった。それを考えれば基本コンポーネンツを他社と共用するという手法は賢明といえよう。実際このおかげで Z は 3.5 リットルスポーツカーとしては破格の300万円という価格を実現したのだ。グレードはベースモデルに加えてブレンボ製ブレーキや18インチタイヤを装着したスポーツモデルのバージョン S、 5速オートマチック仕様で装備を充実させたバージョン T、 そしてトップモデルの豪華仕様バージョン ST をラインナップした。翌2003年10月にはオープン2シーターのフェアレディ Z ロードスターが追加された。同時にクーペボディは足回りを改良し、より質の高い走りを手に入れている。2005年には300馬力を誇る35周年記念モデルを発表。ヨーロッパではグランツーリスモとのコラボレーションにより生まれたリミテッドエディションも発売された。